はい、いらっしゃいませ。お出汁レジの横です。高い方です。お待たせしました。いらっしゃいませ。ありがとうございます。肉ぶっかけです。ありがとうございます何キロ分ぐらい作られるんですか？あ、でも250ぐらい。
ピーク帯まで持つかないうぐらいのお客さんの来方にもよりますけど、大体夕方に2回ぐらいは使います。
はい、ごめん、お味を使った卓上の醤油使ってください。ザルうどんと親子丼セットと釜玉うどん。美味しい美味しい。出汁入れて釜かけうどんする。美味しい、めちゃくちゃ美味しい。もう毎日ぐらい来ております。もう大体これです。かきで天ぷら。他のお客さんの食べてるの見て、一回食べたら美味しかったから。お店がここは綺麗だからもうここに。遠くてもやっぱりここに決めるんです。ああ、味もいいですね。あ、美味しいです。ぶっかけの冷たいやつで第一つ。はい、ありがとうございます。頭に来て第一夜いただきました。はい、どうもありがとうございます。嵐部第1夜いただきました。
どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうぞ。いただきます。失礼します。こちらに牛丼です。ありがとうございます。どうもどうぞ。申し訳ございません。お先に4000円から8000円。池部並みいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。肉うどんです。お待たせしました。ありがとうございます。ザルナミいただきました。はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。ゆっくりどうぞ。
うわ。うん。美味しい。美味しい。醤油の醤冷たいやつ1個と大豆。
食べれろ。はい、どうぞ。イケメシ並単品いただきました。イケメシ並です。
ました。ありがとうございます。カレーライスです。ありがとザ・ルートン奥様ショーナみたいショーです。
辺かけです。ありがとうございます。今ちくわ天揚げたてになってます。いかがでしょうか。ありがとうございます。
3800円になります。明太子トッピングです。ありがとうございます。どうぞ。本当のブッときで、あったかいので、はい、とろろ芋、カレーうどん大のライスも一つお願いします。
けぶっかけです。ありがとうございます。ゆきどうぞ。ザルカツ丼セット。ザルカツ丼セットがおひとつ。はい。もらってます。おむすび入ってない。入ってない。はい。セットカツ。ありがとうございます。すごい。すごい。山かけアツ。天丼セット。ちょっとお待ちいただけますか。ね、リーズナブルで、あの、味も美味しいですよ。スピーディーだし。麺から。はいよ。24番、はい、めちゃくちゃ美味しいですよ。皆さんも来てください。はい、ラーメンセット
稲荷を毎朝一から炊いて、それから稲荷を作っていく。ちょっとの誤差で結構味ってガラッと変わるので、木の目盛りを縦に合わせてこの目盛りでしっかりぴったりなるように。返しになるんですけど、これにさっきのうどんだしを合わせて、今度はざるとかに使うつゆとか、あと丼のつゆをここでもう作ってしまいます。で毎朝改めて炊くという。としたので揚げて、さらっとしたので花を咲かせるっていう。しっかり土台となる衣を作って、でそこに軽い食感のさらっとした衣をつける。
お願いします。爪を立てます。
保温器なのでお米が硬くなったりならないために、朝のふっくらご飯がそのまま提供できるよう保湿のために載せてます。1のうずら1で、うずらが日の一発目に、今日はこれぐらいで上がってくるなっていうのを微調整しながら一定の硬さで上がってくるように
うどんの麺もやっぱ鮮度が命なので、やっぱり時間が経っていくとだんだん起こしもなくなっていくし、まあ、ペース配分であったりだとか、むやみに湯がいてダメにしてもあれなんで、そこはまあ気を使うところです。アルバイトの時も結構麺屋が多かって、うどん屋さんだったりとかお蕎麦屋さんだったりとかって、なんとなくのこう麺に縁があるような感じがしますよね。どうぞ、いらっしゃいませ。
はい、かけそばカツ丼セットお願いします。はい、かけそばカツ丼セットお願いします。はいよ。カツがいきます。ラーメンセットいきます。はい、H です。はい、はい、お待ちしております。はい、行きます。セットカツ卵入り。ありがとうございます。そば行きます。
はいよ。はい、今度は5番。6番の天ざるそば。鳥天アツ、はいよ、かけ親子かけ牛丼お願いします。はい、はい、特典のいきます。はい、お汁ください。はい、ごめんなさい。お願いします。はい、行ってます。はい、鳥天のあつかに入ります。これが昆布なしの一点かな。昆布なしの一点、昆布点。うん、ぼちぼち。はいよ。ごぼ天の 1.5 で昆布なし、はい、3番。ありがとうございます。最初そばかな。そば揚げ玉なし。揚げなし、はい、これまで。はい、どうぞ。はいよ。
げ玉なしの3番ね。あ、今日はそば。そば。いらっしゃいませ。鍋さん。鍋さん。はい、どうぞ、いらっしゃいませ。鍋3つ行きます。いらっしゃいませ。はい、どうぞ、いらっしゃいませ。鍋3つ行きます。はい、OK です。いらっしゃいませ。で、行きます。中央お願いします。37番の酒おやです。ありがとうございます。入ります。はい。ありがとうございます。はい、お願いします。はい、よ。山掛厚。お願いします。今日、マットセットパターンです。はい。21から23のダルカツです。
はい、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 ごめんなさいね。はい、失礼いたします。すいません、お蓋持ってまいりますね、狭いので。はい、恐れ入ります。もう週1話です。週1話ね、リーズナブルで味も美味しいですよ。スピーディーだし。はいよ。ネギはラブぐらい。あ、ごめんなさい。4番終わり。
お願いします。単品のカツ丼ネギ鶏ね。特典丼いきます。
と21、23で。はい。うわ、わかった。菊玉さん、お待たせしました。で、私が行く。じゃあ2人前で。右手でそばですね、はい、行きます。1番です。はい、天下くれてきて、その後セットのお湯券7かけ8いきます。はい、はい、かしこまりました。1番、はい、7かけです。どうぞ。今すぐはいいですけど、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。山ちゃん、漬物のお皿お願いします。鶏天ダブル冷やいきます。はい、4番さん、鶏天ダブル。はい、4番、はい、お願いします。はい、4番の竹親です。はい、では伝票です。はい、いらっしゃいませ。どうぞ。注文お願いします。
ます。はい。です。君そばです。そば。麺も僕好みの硬さで。
すごい美味しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ラーメンセットいきます。ありがとうございます。こちらも見てください。はい、ここでね、ここ、はい、はい、ありがとうございました。これはもう冷やかない。はい、ありがとうございます。どうぞ、いらっしゃいませ。はい、ありがとうございます。ごちそうさまです。はい、きつねうどんでございますね。はい、かしこまりました。はい、きつねお願いします。お願いします。はい、26番。ありがとうございます。はい、あ、どうぞ。お待たせいたしました。はい、ありがとうございます。お召し上がりください。ありがとうございます。
軸お願いします。はい、味噌玉入れます。味噌いきます。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。こちらどうぞ。よいしょ、お願いします。気をつけてください。カレーってうまいですよね。助かってます。ありがたいです。面白いですよ、いろんな人が来てくれるんで。週5ぐらいで来てるんじゃないですか。毎日のように仕込むような。結構朝が来るんですよ、お客さんが。サラリーマンとか。朝の定食があって結構出るんですよ、この肉とか肉水とか。朝は結構来ますね、食べに。朝ごはんなんか晩ごはんなんか分からんですけど、すぐ営業できるように家の作ったやつをとりあえず温めた。メモリが打ってあって10リッター、20リッターで。これ考案されたのは自分で考案されたの？いや、ここに俺ばあちゃんらが勝手に考えてこれは楽じゃねえって今日20ですね。例えば夏とかだったらぶっかけが多いんでぶっかけ立ちを多く作ったり、これはかけだし、あのかけうどんとか肉うどんとかの味なんですけど、冬になったら結構出るんですよ。冬だったら40とか。でこっちのドロドロ系のカレーです。家庭的なやつ。なんかエクないですか、ドロドロカレーってうまいですよね。これをつゆと割ってうどんに出してカレーライスにしても美味しいんで、ずっとこれですね。21年間温まったんです。最初はね、なんか簡単そうだなとか、仕事がね結構ね面倒くさいんですよ。仕込んだりとか朝も早かったりとかなんですけど、やっぱり上が78歳とかだったら若い子らがもうひ孫みたいじゃけ可愛がってくれて、みんな結構長いことおるんですよみんなね。で辞めるタイミングも高校卒業するで辞めますとか、大学卒業するで辞めますとか、特に長いこと働いてくれてます。後から来るばあちゃん2人も20年ここで働いておるんで、
僕の師匠ですね、2人は。9時か10時ぐらいに麺が来ます。香川からその打ちてもらってやるっていうスタイル。要は打ち立てっちゃ打ち立てで美味しいですよ。はい、店舗があったんですけど結局打ちだけになって、去年の12月に出したんですよ、新しくアルパークっていうところに出せたんで、またこれから頑張りたいなみたいな。特注で作ってもらってて、じゃあえていりこが入ってないんですよ。美味しいですよ。自分でもあれですけど、今日はこの釜あちの出汁が美味しいっつって食べに来てもらえる方も結構おるんで。ライブしに行きます。毎回思うんですけど、すっげえ都会だなと思って。人が多いんですよ。もういいし、あとおしゃれな人がいっぱいおるし、可愛い子がいっぱいおるって僕は歌を歌ってるのとギターを弾くのをやってます。二十何年二度やりながら、二刀流ですね。二刀流で、二刀流そうですね。じゃあね、音楽は飯食えないんで、これで頑張って。老若男女来ますね。昼はサラリーマン、アパレル、パルコの人とかで、土日は家族連れがいっぱい来るんで面白いですよ。いろんな人が来てくれるんで。映画がうまいっすよね。かけぶっかけ全部うまいっすよ、ね、天ぷらのおすすめはちなみに何かあります？鶏天です。一番出ます。
まあ、薄くなってしまって、もうこれ私の愛用です。今日は飲み終わりとかですか？バレた。そんな感じです。四つ角にあの梅も明太子も入れられてるじゃないですか。 はいはい、あれもなんか意味があってやってるんです。 あれはですね、両方からこうお客様が来た時に商品が見えません、あ、梅だみたいな、たまに中に入っちゃって見えない時あるんですけど商品がね、分かりやすいんで、あとどっから食べてもね。あ、そう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 、
あゆ一瞬だけどはいどうぞあらますはい、先ほどこれ税と10円ですおそんな端っこ行った端っこ行きましたお水あげるめっちゃうまいですうまいですかうまいうまいよく来るんですかあーでも時たまですねでもなんかここなんか昔からこの時間空いとるというなんかいいとこがあるんで、うん、広島ってやっぱり早い時間空いとるとこないんで助かってますのように仕込むような結構冬はまた結構出ますからね、うん、山芋並み入りましたいらっしゃるんですか。あ、割と朝ありがたいです。やっぱ朝うどんですか。はい。私は絶対山芋ぶっかけ頼んでます。食べやすいですか。食べやすいし、暖かくても冷たくても美味しいです。これはこのかき揚げ用ですね。人気商品はこれと鶏天と。唐揚げとかですよねこれ昔はおかか入れてなかったんですよ 白ご飯だったんですまいたけ。バイトで入って気づけば。15年経ってました。もともと音楽はプロでやってたんですよ。東京から帰ってきて出戻りでバイトしたのがここで美味しいけと思ってもともと店は知っててだからバイトするんだったら好きな場所でバイトしたいなっていうので釜町に入って15年前にでさっきのバチャラも一緒に15年間仕事してますからいつの間にか店長になったりとかここのうどんが好きなんですよ。教えてもらった通りずっとやっていくのが仕事かなと思ってます。あれなんです、うどんの職人じゃなくてうどんも売るプロだと思ってて、職人さんと一緒に向こう金されると、お前はうどんの職人じゃねえと思われると思うんですけど、僕はまあ好きなうどんを売るっていうのをポリシーに頑張ってます。今歯がないですよ。この前事故って歯がないですよ。
手のにカフェください。はい。ああ、こんにちは。卵をどちらいたしましょう。あ、半熟卵で。はい、どうぞ。はい。オントマブッカのショーと、はい、はい、どうぞ。じゃあ今仕事終わりです。たまに行きますよ。たまに来るんです。しょっちゅう来てます。たまにで済んだら失礼。週5ぐらいで来るんじゃない。あ、そうなんですか。他にやってないんで、なかなかお店が。これすぐアンパ定食ですよ。トリケンミチョス。トリケンはもう結構です。おはようございます。おはようございます。おはようございます。いつも美味しいうどんありがとう。おはようございます。ありがとうございます。牛トラの朝定食。はい、牛トラ定食入りました。あとはカレー汁かミニうどん。じゃあ、あちらにございますので、ご飯お借りしようと思います。ありがとう。感じです。マグガナマ卵か本玉か。本玉で。はい。ありがとう。はい。醤油かけてお茶をください。はい。一連買ったって終わりだ。そう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 。こんにちは。どうぞ。よし、医者。医者。はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。
せしました。2001年ですね。当時はまだ流行っとったんですよ。これなんか大きいお店とか結構あったじゃないですか。昔はここだけになっちゃいましたね。街中でも。肉汁うどんの勝負だった。じゃあ、はいよ。ありがとう。鶏塩うどん。はいよ。波で。はい。ありがとう。冷やか熱か選べます。冷たいのは高いよ。はい、たまたまのお客様、こちらが実験になってます。
様、こちらにお願いします。はします。卵とじうどんの、はいよ、卵とじしょう。どうぞ。はい。いらっしゃい。卵とじか。冷やぶっかけのお客様をお待たせしました。はい、お待たせしました。チケットある？どうぞ。かけのお客様、はい、こちらであるのがお客様、はい、こちらになりますね。はい、だるまです。お願いします。全部一緒。はい。全部一緒。あ、余計ところはないですよ。全部一緒です。ありがとう。お願いします。冷たいときましょう。釜玉。はい。はい、釜玉のお客様、どうぞ。はい。はい、釜玉のお客様、よくお待ちしております。はい、冷やぶっかけのお客様、お待たせしました。はいよ。はい、スタミナのお客様、お待たせしました。はい、トマトのお客様、こちら2件になってます。
ちらはい、どうぞ。お願いします。ピピアの波。はいよ。どうぞ。かけのピアの波で。はいよ。塩辛。はい。やぶたけの。これ。はい、肉ぶっかけのお客様ですね。はい、どうぞ。はい、すいません。どうぞ。はい。どうぞ。カレー並みで。はいよ。はい、こちら冷やかけのお客様です。はい。はい、お借りします。はい、どうぞ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。はい。はい、どうぞ。よっ。来た。はい、どうぞ。ありがとうございました。はい、よ。はい、お待たせしました。ありがとうございます。お願いします。はい。ありがとう。あります。よいしょ。うどん大好きなんで、ここの。中華そばがめちゃめちゃ美味しい。ここを超えとるところはないと俺は思うんだ。
イシの味の特徴を教えてください。サバのコクとイワシの香りが立った風味豊かな出汁に仕上がっています。素材の持ち味を生かすようにあまり手を加えることなく、製法は昔のままでというのを基本にやっております。私はやっぱり出汁を食べていただきたいのでうどん越しですね。何食分ぐらい取られるんですか？はい、約1,200〜1,300杯の中華そばをご用意する量のスープになります。出汁を取った後の昆布と削り節を餌にしてもらって、その餌を食べた鶏の卵をまた我々が仕入れさせてもらってお店のメニューに使っている。
によって麺の状況が変わってくると思うんですけど、梅雨の時期とか変わりやすいですね。数値的に温度計とか湿度計で確認したり、麺を潰した感じでどれくらい元に戻ってくるかとか、そういうのを目視確認して麺の状態を把握するようにしてます、ね。できます。
豚そばと卵うどん、結びを、はい、昆布を2つ、麹中華、卵うどん中華そば、昆布が2つで1620円でございます。カニンと十丼とおはぎでお願いします。お待たせいたしました。カニンと十丼の肉増しですね。ゆっくりどうぞ。
大盛りです。カレーうどん美味しいです。かけうどんかカレーうどん、私の中では定番です。初めて来る方におすすめするのは何をおすすめしますか？でもだしを楽しんでほしいんで、かけうどんかな。週に1回ぐらいなペースな感じ。会社が近いので、でたまに来ます。あの中華そばが美味しくて最初それにハマって、今日食べたのは冷やしうどん、ぶっかけそば。暑い時は冷やしです。おにぎりやったら何がおすすめですか？梅と昆布。ラーメンのこの スープはよく合いますよね。おにぎりと。そばでございます。
まだ。お店に何年ぐらい通われてるんですか？あ、15年ぐらい。昔はね、この辺で仕事してたんで、よく1時ぐらいに入ったり。ラーメンも好きなんですよ。でも、僕はうどんが好きだから。それと、おむすびか。よく来られるんですか？ここのお店は初めてだけど、おその力はよく行く。いろんな有名な蕎麦屋行っても、ここのが美味しいと思う俺はね。味にメリハリがあるっていうのかな。温度卵
トッピングです。またお願いします。肉増しでございます。